誰かの傷ついた心が孤独な空で燃え上がる。愛を知らない瞳が求め待て、ナダムの基地は。フェルミオンミサイル発射準備せよ。お兄ちゃん。テックセンター。テッカマンブレードよ、スペースナイツの基地もろとも貴様の息の根を止めてやる。一匹も倒せねえのかよ。もうすぐ30分が経っちまうぞ。くそ、こんな雑魚の相手しかできねえなんて情けねえぜ。逃げたかブレード。まあいいさ、いずれにせよ最後は俺がこの手で貴様の息の根を止めるのだからな。リモイ、ノール、敵のテッカマンは？そんな、
エビルたちめ、クソ、このままじゃ。グレード、隠れても無駄だ。さっさと観念して出てこい。おやっさん、この基地も時間の問題だな。チーフ。ミスター・フリーマン、応答してください。君は確か。大変です。コルベット巡視所がフェルミオンミサイルのカウントダウンを開始してしまいました。何？もう部下の私ではどうすることもできません。ミスター・フリーマン、お願いです。なんとかあなたたちの手で。コルベット。私に逆らう奴はお引き取り願った。なぜだ。地球を守るためだ。やむを得ん。フェルミオンミサイルはあと20分ほどで発射される。それまでの間、君たちは今の調子でラダムの注意を引きつけておいてくれ。頼んだぞ。コルベット、オービタルリングを破壊してもラダム銃は。ヤッコさん、完全にいっちまってるぜ。メインノズル異常なし。水力エンジン燃焼室異常なし。誘導電波指令受信機異常なし。液体酸素タンク異常なし。電子サーボ異常なし。制御スタビライザー異常なし。以上、全機関異常なし。よし、このミサイルで地球が救えるのなら、たかが数億の人間の命だと犠牲になっても構わんではないか。それが分からんとは、バカどもが。出てこい、ブレード。臆病風に吹かれたか。大変だ。コルベットのやつ、フェルミオンミサイルでオービタルリングを落っことす気だ。うっそ。No.